でも監督は奈良でやってたじゃないですか、はい、もう引退する時は和歌山でしたよね。はい、あれはもうそこから普通に行ったわけ、その智弁智弁のあれで。あ、そうですね、うん、奈良の智弁で10年をやったんですよ、はい、で理事長に和歌山ができたんで、うん、行ってもらうっていう話があって、はい、はい、で一応まあ10年区切りで移ったわけですよ。はいはい、そっからもうなんか怒涛のごとくガーッきましたよね。いやそれはね、うん、その和歌山に移って10年後ぐらいからぐーっと。え、和歌山に移って10年かかってんの？やっぱり10年かかったんですよ。はあ、ね、うん、それまでは同好会です、うん、キャッチボールして前向いて投げたんですけどボール向こう行くんですね。え、そういう子がおるんです、うん、つまり中学時代やってない子な。あ、そういう子もおるわけ。あ、その智弁で、はい、はあ、だから入ってくる子は全部受け入れてましたから、うんうんうん、50人ぐらい入ってくるんですね、はいはい、でそこへ行ったわけ、はい、で甲子園の話をするんですけど、うん、え、何が甲子園やっていう、そういう顔ですよ。やっぱり同好会です、遊ぼうと思って、はいはい、やっぱりレベル的にもそうなんです、うんうん、その野球のレベルから言うとB、C の選手が来とるわけです、うん、BC、BC、 A はいない、 A はいない、BC、だから余計甲子園の話をしてもピンとこないんですよね、うんうんうん、はい、でまあとりあえず頑張っていこうで、うん、ポールからポール100本行こうって走らした、うん、もう次の日誰も来ない全員来ない練習に全然、はい、俺どうすんの？いやいや、それでもう頭打ちました、はい、これはあかん、あかん、もうこんなことしとったら一人も野球部入ってくれやんっていうことで、うん、それからまあ考え直して、はい、試行錯誤して、はい、柔らかい、うん、緩い練習から始めた。ちょっとずつね、はい、上げていったんです。あ、もうちょっとずつ分からんように、はい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 、はい、だから10本ぐらいですよ今度は、うん、100m10 本、はい、終わりって。うん、で次15本終わりっていう感じでちょっと増やっていった、うん、分からんように分からんように、はいはいはい、そうやって育てていきました。へえ。でまあその中でパッと見た時にやっぱこう、あ、こいつはいけるなとかいうのをやっぱ監督がパッと見たら分かるんですか？あ、分かります、うん、はい、おります、おります、何人か。ほなそのそいつらの指導を今度やっていくわけ、はい、いやいや、やっぱりその上手なやつはほっといたらいいんですよ、うん、はいはい、下手くそのやつをやっぱ上げてやらんたら、そうせんと上手なやつばっかり目かけとったらやめていくんです。あ、なるほど、おもろないやんっていう、はいはい、だから下手くそなやつを見て打たす、はい、カンカン打てるようになる、楽しい、うんうん、やっぱりついてくるんですよ。はあ、上手なやつはほっといたらいいんですよ、はいはいはい、いじったらダメですよ、うん、はい、はあ、そうやってやっぱり補欠をなんとかやろうっていうのでやっていった、うんうんうん、でそのまあ例えば和歌山で活用になって、はい、何年かかって、ですね、初出場は6年かかったです、はい、甲子園には出ましたけど、うん、1回戦負けです、はい、5回、5回出て1回戦負け、全部1回戦負け、1回戦負け、はい、はあ、まだそこでやっぱり壁に当たるんですね、甲子園の壁に、はいはいはい、はい、ほんでこれをなんとかせなあかん、うん、和歌山に移って僕が、うん、受け持った条件っていうのがやっぱあるんですよ、うん、1学年10名1学年10名1学年10名、うん、で県外は2名、え、だから10人中8人が県内、うん、県外は2名しか入れない、そういう条件ですよ。はあ、でもちろん寮もありません、はい、私学ですけど特待生もありません、はあ、何にもありません。 それが僕が受け持ったその条件です、引き受けた。これで何とかせなあかんです。いやちょっとそれ無理と思うよな。そんなことないですよ。
そんなことないです、うんうん、もう奈良でちゃんとやっとるじゃないですか、うんうん、まあ確かにね、2000本とか何回もやってそれを徐々に徐々にやらすんですよ。ちょっと少しずつ上げていって、うん、はい、それをついてこれるようになったらやっぱ甲子園出るね。僕思ってたんがね、やっぱ監督の名前があるから、はい、それからいい選手がもう監督を頼ってきてると思ってたんですよ。 あのね、うん、大阪の選手やったらやっぱ見てほしいって来るんですよ、はいはい、で見に行くんですね、はいはい、もう抜群ですよ、うん、ね、うん、もう 見たら分かる。あ、見た瞬間に分かります。あ、うちには来ない。え、なんで、え、免許のどこ行くんです。なんと、わざわざね、うん、授業料払って、ね、はい、そんなんで来ますか。はあ、そんな A クラスの選手、それはた免許のとこ行きますよ。はあ、なるほど、はい、なるほど。こんなもん、そんな当てにしとったらできないですから、うん、まあ、うちの場合進学校ですから、はい、めっちゃ大学行きたい、頭いいもんね、大学行きたい、甲子園に行きたい、うん、この2つがあったら大丈夫です。うん、はい、伸びます。はあ、噂は聞いてますよ和歌山、智弁和歌山は頭がいいのも、うん、いや、できるやつもおりますけどね、はい、だからやっぱりそこそこ勉強できるやつはもう1年入ってきたとこから勉強せえと、うん、でお前はどこどこ狙えってこう、うん、指導していくわけですよ、うん、3年間経ったら結果が出るよって、うん、であの慶応とか早稲田とか行くわけ。行きますよね、はい、みんなね、はい、頭いいじゃないですか。あれやっぱ勉強ともう1年の時からやってます。もうその野球のこの運動も両立で一緒にずっとやっていくわけですか、はい、あの勉強はちょっとサボるとかじゃなしに、ええ、できんやつもおります、うん、そいつはまあそれでいいんですよそれなりのとこ生かしたらいいわけですから、うん、できるやつはやっぱり後ろからね、ケツ叩いてやらさんと、はあ、はい、それをずっとやってきたわけです、はあ、だからいや僕はグラウンド整備なんかも全部自分でやります、うん、え、グラウンド整備からネット修理から全部自分がやる、はい、空いとる時間にね、はい、授業の空いとる時間にバーってやって、うん、はい、選手が来たらもうすぐ練習できるように、にもう全部自分で、はい、毎日。ほんなも監督がそこまでやるんやったらもうやっぱ動かなしゃあないわね。そうです、生徒は、はあ、そりゃ強なるよね。ね、やっぱこうどん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 育っていくのが楽しいでしょう。そうですね。でも監督もやっぱりこうもう年齢的にも年取っていくじゃないですか、はいはい、でも入ってくる子はみんな同じ年でしょ。はいはい、そうです、そうです。だからそれにあの対してやっぱりどう考えて合わせていかなかったですよね。やっぱ降りて自分でやっぱその子らに合わせていく、はいはいはい、もうやっぱり育ちが違うじゃないですか、はい、僕らの年代と、はい、だから時代も違うし、親にげんこつもろたっていないですからね。そうですよね、はい、だからそれに合わせていかないとやっぱついてこないですよ、うん、だからこっちが変わっていかないとあかんですよね、うん、はい、それがやっぱりまあ言うたらコツでしょうね、うん、監督自身がやっぱりそこまで降りていってやらんと、あ、監督は監督でデーンとしとったらやっぱついてこないですよね。はい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 、だからやっぱり、うん、選手が、うん、ああこの監督やったらしゃあないな、うん、甲子園行こう、連れて行こうっていうそういう気持ちにならさなあかんんですよね。うん、僕はホームラン打てんような子は使わないです、うん、ね、甲子園で60何本ホームラン打ってますけど、はい、なんで打てるんや、うん、それは打てるような練習しとるからです。したばっかりですからガンガン打つんです。